あの水素はです、ね、無害かどうかというのは大変難しいんですが我々も今臨床我々も含め日本医大慶応順天堂が今主軸としてやっているんですがどんどん水素の濃度を上げていっているんですが基本的にあの害は全く生まれていないと、まあ、その理由なのかどうかは分かりませんが例えば水素というのはです、ね、我々は H2O という形で大量に体に取り込んでいるんですね。なので あのそれ以外にも実は人間の体がエネルギーを作り出すというのはですね水素プロトンというものを抜き出すことによってエネルギーを作り出していると。なので実は我々の体の中によってのは水素がものすごくいっぱいあるということが分かっているともう一つはですねあのこ,れはこれも新しい臨床なんですけれども人間,の赤ちゃん人間の赤ちゃんがですねお乳を飲むと実は口から大量の水素のガスが出てくる。 ということが分かってきてこれはなぜかというとお腹の中にいます乳酸菌がですね実は水素を発生している菌が結構いるんですビフィズス菌のような菌が実は それをお乳を飲んだ時に中で水素の発生をさせて体の中に水素が取り込まれて赤ちゃんの口から大量の水素のガスが出てくる実はこれが赤ちゃんの免疫の代わり弱い免疫の弱い赤ちゃんの治療効果を担ってるんじゃないかとかですねえ糖のものを食べた時に口の中から吐いた息の中から水素のガスが出てくる量ですねこれが多い人と少ない人がいて多い人っていうのは実は長生き。 これがが少ないい人もものすごく病気が多いと,いうことも分かってきてきる。要するにおなかの中の菌が発生させる水素が我々の健康を保持する一つの要因になっていたということが分かってきて、まあ、そういう意味でも水素っていうのは体にとっても実は昔から人間が利用していた重要な予防の物質であるということも分かってきました。